原沢ゆきのプロ対しますは大城あかりプロ。2スローの練習の後決勝戦を行います。Thank you.
Thank you.
はい、それでは、パーフェクト福島大会女子優勝大城あかりプロです。おめでとう。ありがとうございます。もうコメントはもういろいろもう言い過ぎてないかもしれませんけれども、まずは今の心境を一言お願いいたします。はい、とっても嬉しいです。とっても嬉しい。でもお城プロが、うん、あのバレルガール龍 の、うん、あのフェスティバルっていうところで、はい、そこで優勝っていうことは、そうですね、他の優勝よりもちょっと少し違うんじゃないですか。はい、今大会は私のメインスポンサーであるリュウダーチさん主催の大会だったので、うん、優勝できてよかったなっていうのと、ね、意外と福島はちょっと弱いところがあったからね。あ、そうですね。だから、はい、だからよくすごく、あ、もう良かったと思います。いや、もう良かった。昨日眠れなかったんですけど。あ、そうなの。緊張しすぎて。本当ですか。勝ちたいなってちょっと思いすぎるがあまりに、はい、ちょっと眠れなかったんですけど、優勝できてよかったです。もう今日もやっぱりちょっとパワーを貯めるために気配を消してたんですか、やっぱり。あ、今日なんか聞いてました。気配を消してたのかなと。本当ですか。あ、でも決勝にこう温存できてたらいいなって思います。まあでももう終始ずっと今日もベスト8からずっと見てましたけど、ね、はい、終始入れてました。安定して入れてましたけど、ね、今日のダーツは総合的にどうだったんでしょうか。そうですね、でも今日はちょっとクリケットナンバーの19と18があまり合わなかったイメージだったので、はい、ちょっとこれはこのままではちょっと勝ち続けるのは難しいなと思ったので、うん、次の京都、はい、19と18、はい、すごく練習して挑みたいなと思います。まあ、本当もう本当に女子のみんなもうやっぱりこう悔しいんでしょうけど、もう一生懸命、うん、大城プロを追いかけて今一生懸命練習してますから、まあ、そのままこうずっと光り輝いててほしいと思います。はい、でも大城プロとの約束だったんですけれども、全部自分か優勝回数を大城プロ の新人の頃からを数えてきました。あ、なんとこの大会まで46勝してました。ってことはこの大会で47勝目なので、今年中に50勝できる、通算50勝の時は頑張ります。嬉しい、お祝いが必要かと思います。いやいや、もう、はい、頑張りたいと思います。はい、では最後に今日最後まで応援してくれた方に一言お願いいたします。はい、いつもながら遅くまで本当に応援ありがとうございました。今日も頑張りました。ありがとうございます。はい、純粋に私はダーツが好きで、はい、頑張りたいなと思ってるので、はい、はい、頑張ります。あまりこう言わない方がいいですね。いろいろ、はい、なんで言ってほしいと思いますよ。ファンの人は言ってほしいと思います。すごく言われる、いろいろね、やっぱお話はたくさんあったりとか、はい、どっちがどっちだ、あっちがあっちだってよくね、こうありますけれども、でもダーツっていうのは変わらないので、うん、私はずっとコツ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 やって頑張ってパーフェクトを盛り上げていけたらいいなと思っております。だからみんなやっぱお城プロを応援してるんだと思います。ありがとうございます。そういうことです。はい、もう見事、福島大会、優勝、女子優勝いたしました大城あかりプロでした。ありがとうございました。